田上秀則は、大阪市住野区出身の元プロ野球選手、高校野球監督。四季、通ら小学校時代に、地元少年野球チームの住野エウルフで野球を始め、住野中学校進学後は、黒田和弘が当時監督を務めていた、ボーイズリーグオール住野江に入団。大阪産業大学附属高校を経て入学した、九州共立大学では、山村路地下、 荒垣なら大学9回を代表する投手の球を受けてきた。大学2年時には明治神宮野球大会で優勝。打者としても大学最後のシーズンでリーグ神となる旧本塁打を記録した。福岡6大学リーグ通算77試合出場、270、打数97安打、打率、359、11本塁打、69打点。 最優秀選手1回、ベストナイン3回受賞した。2001年度ドラフト会議にて、中日ドラゴンズから30名指名を受けて入団。背番号9を与えられ、大型保守と期待された。入団2年目の2003年シーズンには、ウエスタンリーグで13本塁打を放って、本塁打王を獲得。2004年には、監督に就任したばかりの内愛博光から、 右の4番候補の一人として期待された。しかし、4年間で一軍出場13試合に安打と結果を残せず、2005年シーズンオフに戦力外通告を受けた。通告後には、福岡ソフトバンクホークスの入団テストを受験。城島健治が FA 宣言したため保守の補強を目指していた、チーム事情を背景に合格へ至った。当時のチームには、苗字が 同意時の田野家慶三郎が在籍していたため、ユニフォームの性ネームは、H 田の上となった。移籍1年目の2006年シーズンには、得点力不足にあえぐ、チーム事情を背景に、5月末に移籍後発の1、軍へ昇格。6月1日の横浜戦で、スタメン出場し、三浦大介から、プロ初本塁打を放つ。その後は1軍での守備経験の少なさから、 主に打力を買われての指名打者や代打での出場となった。保守6試合、1塁で1試合、3塁で2試合を守ったが、それ以外は全て指名打者での出場。1番、大村直行、2番、川崎宗則、4番、松中信彦ら左打者が上位打線に固定されていたため、スタメンの際は主に3番を打った。一時期、3塁手への転向も検討されたが、 国母勇気の復帰や田上本人の希望もあり、引き続き保守で登録されている。2007年シーズンは旧本塁打を放ち、保守として78試合に出場するなど、出場機会が増加。盗塁阻止率はリーグ6位の250を記録。シーズン中に行われた監督の大沢春の提案によるチーム内でのホームラン競争で、 50スイング中22本の作越を放ち優勝を飾った。2008年シーズンは前年に続いて開幕一軍入り、3月24日のロッテ戦では、障害初のサヨナラヒットを放った。この日は開幕初スタメンで、先生だ、同点だ、サヨナラだを一人で放ち、チームの開幕後連勝に貢献した。しかし、4月30日の西武戦での守備中に、 本類に突入した中島博之と交錯した際、左足首を捻挫し、戦線離脱。9月2日に一軍復帰を果たすが、52試合の出場に終わった。2009年シーズンは5月から正保守に定着。5月14日のロッテ戦で、奥木忠弘からプロイル初のサヨナラ本類打を放った。この時、前の打者、長谷川祐也も本類打を放っており、 同点本塁打、さよなら本塁打の2社連続本塁打となった。6月6日の広島戦で、松田スタジアムの新幹線防護ネットに突き刺さる、球場発の場外本塁打を放った。7月、監督推薦により、オールスター戦に初出場。主に下位打線での起用ながら、本塁打を量産し、9月3日のオリックス戦で、第20号の本塁打を放った。 10月11日のシーズン最終戦で、球団通算7500本目となる第26号の本塁打を放った。ホークスの保守で20本塁打、80打点を記録したのは、城島以来5年ぶり。初めて規定打席に到達し、チーム最多、パリーグ4位の26本塁打、同じホークスの国母に次いで、松中と並ぶ、リーグ9位の80打点を記録。 登竜ソ史率もリーグ5位の262を記録しパリーグのベストナインに選出された。この年には3歳年上の女性と結婚。2010年シーズンは開幕から故障などのために極度の不振で4月には山崎勝美に正保守の座を奪われ二軍落ちも経験した。その後6月20日に山崎が 半月いた損傷の怪我を負ったことからスタメンに復帰し、打撃面では復調の兆しも見られたが、守備面では故障の影響で、キャッチング、スローイングのまずさなどを露呈する結果となった。8月下旬に山崎が復帰すると、再びスタメン出場は激減。杉内俊也とのコンビで最優秀バッテリー賞は獲得したものの、前年を下回る84試合の出場にとどまり、 投塁阻止率は規定出場数を満たした保守としては2000年の磯部光一が記録した。1 0 9を下回りプロ野球史上ワーストとなる。06 9を記録し、前年に記録した26。262から大幅に落ち込んでしまっている。打率、本類打打点も前年より落ち込んだ。2011年シーズンは開幕に軍スタートとなる。この年、 FA で西部から移籍してきた細川徹が聖保守として起用された。5月21日に一軍へ昇格するが、7月14日の楽天戦で左肩を負傷。左肩脱臼と診断され、7月15日に出場選手登録を抹消された。10月中旬に関節腱板方合の手術を受けるほど、左肩の状態が思わしくなかったこともあって、 一軍公式戦には14試合の出場にとどまった。2012年シーズンには前年に手術した左肩の影響もあって、一軍公式戦への出場機会が1試合に激減。ウエスタンリーグの公式戦では、守備につかない指名打者として主軸を打つことが多かった。2013年シーズンには移籍1年目からつけていた背番号70を31へ変更。 2軍では、打線の主軸として、ウエスタンリーグでのチームに連覇に貢献した。さらに、10月6日にサンマリンスタジアム宮崎で開かれた東京ヤクルトスワローズとのファーム、日本選手権では、8回表に勝ち越し本塁打を放って MVP に選ばれた。1軍の公式戦にも15試合に出場したが、ファーム、日本選手権から4日後の10月9日には、 手術した左肩の不調や守備、ウルへの不安を理由に現役引退を発表。最後は1軍へ昇格できなかったが、2軍最後の打席では、これが最後だと思って本塁打を放ち、いい状態で終わらせたかったということで球団との相談の末、決定した。ソフトバンク対談後は2014年7月に、中、沢忠しとと共に大阪市内に、 T クルーというバーを開業した。2018年2月1日、母校の大阪産業大学附属高校公式野球部の監督に就任。パンチ力のある打撃が魅力だが、投塁組織率の低さが課題となっていた。ホークスへのテスト入団に際して、同じ強打の保守である清水清人との争いだったが、年齢が若いという理由で、田植えが合格となった。 しかした上は早生まれであるため、清水とは同学年である。プロ野球人生の中でこの入団テストが一番印象深いといい、僕の場合これがプロ野球の人生の原点と言っても過言じゃないですよと語っている。2006年の田上の部屋には、当時入院していた監督の大田春からファックスで送られた、ホセ・フェルナンデスのフォロースルーの写真が貼ってあり、 打撃の参考にしていたという。ソフトバンク入団後につけた背番号72は非常に強い思い入れがあるらしく、本人曰く変える気は全くありませんと語っていたが、2013年からは背番号31へ変更することが発表された。2020年プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから5位指名された田上総代は、追いに当たり、新入団会見では自身が ソフトバンク遺跡後7年間背負っていた背番号70を受け継ぐことが発表された。ベースボールレコードブック2004ハット AB 福岡ソフトバンクホークス週刊ベースボール2012年4月16日号ベースボールマガジン社2012年雑誌2443から41636ページファーム日本選手権ソフトビーが5年ぶり優勝 共同通信配信記事、2013年10月6日、田上が引退左肩部長で、決断日刊スポーツ、2013年10月9日、福岡ソフトバンクホークスプレスリリース、2013年10月9日、週刊ベースボール2015年10月26日号、ベースボールマガジン社、2015年、雑誌2444から10、26、 P86P87 元ソフトバンク田上秀則氏が母校第三代付の監督就任日刊スポーツ https://www.nikkansports.com スラッシュベースボールスラッシュハイスクールスラッシュニューススラッシュ20180201000179ド HTML2019 年7月19日閲覧第629回プロの世界を知っているからこそ、日々の生活と明確な方針にこだわる。 第三ライフ前編、高校野球 .com、野球部訪問、ウッドストック、2019年7月19日閲覧、プロ野球カラー名鑑2009ベースボールマガジン社、2009年、132ページ ISBN、ISBN 978から4から583615912、58ニュースバックナンバー2006福岡ソフトバンクホークスオフィシャルサイト、履正社、 たがおじも活躍した、ソフトバンク5位。日刊スポーツ。https www.nikkansports.com b a s e b ベースボールスラッシュハイスクールスラッシュニューススラッシュ2 0 2 0 1 0 2 6 0 0 0 7 6 7 html2020 年10月26日閲覧ソフトビードラゴ伝承。 セバン72おじごえの近い日本代表に選ばれる投手に2021年2月21日閲覧ありがとうございます。